こんにちは、とみかずです。ということで今日の練習は、動画は、2対1のフリーをやりたいと思います。で、今日は、同じ日本代表のレオン選手と、オダビュビニード、ダイヤレオン、リアスです。なんか、すごい名前ですけどね。はい。あと、富中選手ですね。と一緒にやっていきたいと思います。じゃあもう今日もどんどん、もう、ただ単にプレーの動画を見る。ということで、じゃあね。では、僕の方でも、解説していきます。まず手前、レオン選手がディフェンスからのスタートですね。レオン選手は、若い選手なんですが、とても落ち着いていてボールを丁寧に打つ、そうですね、丁寧なディフェンスが僕は印象的ですね。ちょっとそこら辺も見ていただきたいと思います。はい、すごい丁寧ですね。このロブもすごいいいです。今も回ったので、僕も全然反応できなかったですね。その中で富永選手は、ナイスディフェンスをしていただけたと思います。ぜひね、手前も、見ていただきたいんですけど、ボレーヤー2人の、動きポジションも見ていただきたいと思います。はい、今とかもですね、僕が眼光陣という形ですかね、僕が前、富永さんが後ろという形もあってコースを制限したり、他にもいろんな効果があるので試してみてください。甘くなると打たれますね。以前富永選手も相手を下げたらすぐに前に来る、とても素晴らしいですね、素晴らしいディフェンスです。そうですね、レオン選手、ディフェンスとても丁寧で綺麗だって言ったんですけど、前に行った時の、はい、この前行った時も結構アグレッシブになるんですね。で、こうレマテ、まあ、テニスでいうスマッシュですね。それもすごいパワーがあるショットなの、選手なので、はい、とても、守備も、攻撃もできる選手でいいですね。はい、では次富永選手を見ていきたいと思います。富永選手はですね、印象としてはとてもしなやかな動きをしていてディフェンスを得意とする選手の印象がありますね。富永選手は、テニス経験というよりは、野球少年だったらしいので、結構、そうですね、パワーのあるショットも打てるみたいですね。非常に、レオン選手と富永選手両選手に言えることなんですけど、非常に、日本の、トップ選手の中でもディフェンスとても落ち着いて判断できる選手ですね。今僕の今最近流行りのドロップショットに富永さんがやられて悔しんでましたね。非常に丁寧なロブですね。これ前に落としたかったんでしょうけど、浮いてしまってそこを見逃さずレオン選手打ってきましたね。ちょっと狙いすぎましたね、ナイスディフェンスです。ナイスショットですね。富
中選手は身長が高いので今みたいに高い打点から角度のあるショットを打つことができます。レオン選手パワーショットいきましたね。では次、僕ですね、富和の、ディフェンスを見ていきましょう。僕もね、僕は比較的パワーショットは持っていなくて、ディフェンスを得意として、割と綺麗なパデルをする方だと思います。今のも、富中さんが後ろで、カットをしたんですけど、すかさず甘くなったのを見逃さずにね、僕もカットして、相手より先に前に詰めた。これは本当に非常にいいことですね。そうですね、甘いと打ち込まれます。僕は、非常に、ネットプレー多いですね今日は。相手の、低い打点で打つときは、前に詰めるようにしてます。今のも結構、テクニカルなショットなんですけど、たまに僕はねああいうショットも交えますね。はい、綺麗にやられました。今も詰めて、ナイスブロックです。そうですね、流行りのドロップショット綺麗に決まりました。僕のちょっと見てほしいところは、レボテですね。相手のいい時、ラケットはしっかり僕は地面に、つくぐらいまで下げてますね。あと面がしっかり上に浮いていることがいいことだと思います。ここも落ち着いていきたいですね。甘いスマッシュを打つと、はい、見逃さずにレオン選手、カウンターを返してきます。今のもね、お、股抜きいきましたね。非常に低いですね。ナイスコース。はい、ということで今2対1終わりました。こう見ていただいて分かると思うんですけど、やっぱり一人一人選手そのプレースタイルですかね、全然違いますよね。あとまあ僕だけがフォアサイドなんですけど、フォアと2人のバックサイドのプレーとかも全然違いますし、人によって。スタイルが違うので、これもパデルの面白いところですよね。レオン選手、今の2対1終わってどんな感じですか？どんな練習でした？富和が強いですね。自分はなんか意識したこととか。やっぱ富和選手がバックサイドで結構身長もあってリーチとかも広いんで、やっぱなかなか簡単にそういうこうロブとかも抜けないんで、できるだけまあ前で最初に打たせてからちょっと前に寄せてスペースを作らせてからロブ上げようと思って意識してたんですけど、富中選手やっぱ大きいし上手だったんで、なかなか、 なかなか抜けないですよね、はい、なかなか抜けなかったです。まあ、と言われてますが。それに対してまずどうですか？武器、やっぱり富中さんの武器ってそれなんですかね？いやー、身長何センチですか？183です。あ、でかいですね。確かに上のショットは得意なんで、まあ、それを武器にしてポイントを取ろうと思ってるんですけど、まあ、それがプレースタイルですかね、はい、でもガツガツ系じゃないですよね。上を身長あるけど、
打つというよりはちょっといろんなショットを打ってミスを誘う、うん、そうですよね。今の 2-1 はどうでしたか、練習的には。個人的にはちょっと低い球、うん、後ろでの低い球がちょっと苦手意識があるんで、逃げない上にログで逃げないような意識をちょっと自分では持ってたんですけど、やっぱこの2人のボレーを受けると結構すぐ自分逃げちゃうな、そういう意識をしてても逃げちゃうなっていうところがあるんで、うん、もうそこは本当に意識してやっていくしかないかなと思ってます。ありがとうございます。